はい、今回は中居正広が芸能活動休止を延期した、まあ、違和感ということでこちらについてですね、考えてお伝えしていこうと思いますのでよかったら最後まで聞いていただければと思います過去にですね、こちらの内容について、まあ、触れたんですが触れたことがあるんですがあくまでもまあ憶測なんですよね、まあ、僕の憶測っていうことなんでで、なんでそういうふうに言っているのかというとあの誰にも本当のことがわからないんですよ うん、本当にだからあのな、何を言うにしても憶測の範囲を、まあ、出ないんですよね、まあ、そういうことを踏まえて、えー、お伝えしていこうと思うんですが、中居正広がですね1ヶ月休養するということから、ですね今回、えーえー、休養期間が延びたのかな、2022年いっぱいは。 まあ仕事をまあしないというまあそういったあまあ趣旨のことを言ったんですね、えー、2023年からあまあ仕事をするというまあそういった予定だと思うんですけれども大きく疑問に思うのはですね少し前もそうでしたが中井正宏本人がですね事情を公表しないのではっきりとしたことがわからないんですよだから僕もわからないし誰にもこの本当のことっていうのは本人とかあるいはわかりませんけど周囲の関係者とかにしかわからないんですね ただし、今回の件でですね まあ一つ、まあ、報道に出ていた違和感がありましたの、ね、でそちらの違和感を考えていこうと思うんですが中居正広は少しずつ外出しているとそういったようなことを言っているんですがこれ、少しずつ外出しているということは裏を返してどういうことかというと、ね、外出できないほど調子が悪かったのかという、えー、こととも取れるんですよ。でそうなってくると外出できないほど調子が悪かったということは1ヶ月休んだって、えーね、仕事復帰できないじゃない,ないですか。 でよくこれ言われてるんですけれど、もちろん本当かどうかわからないけどね、ステージ何とかって言ってるじゃないですかで。これもし本当にステージ何とかっていうことであれば、1ヶ月休もうがどうだろうが、おそらくどうにもならないと思うんですよ。で、僕、前も言ったことあるんですけど、もちろん本当かどうかわからないんでね、昔から言われてるまあ噂なんですが、丸仏の可能性っていうのがあるんですよ。うん でえー、マスコミとかも一切こういうことには触れないんですが昔からこの黒い噂っていうのがあるんですねよくあの、まあ、皆さんもご存知の方もいらっしゃると思いますが芸能人と丸仏っていうね、えー、そういった、えー、話ですで当然ですが、えー、中居正広もこの可能性が十分にあるんじゃないかと思うんですよねで中居正広本人は体調に関しては、えー、詳細を控えますとかっていうんですけどあのね、まあ、多くの人があファンの人があの心配してるわけじゃないですかだからなんで詳細を控えますか いいるののかかってうわらなんですよ何か詳細を控えることがあるのかなと思うわけですよ。そうなってくると、その黒い噂である丸物の可能性があるんじゃないかと、そう考えると話の辻褄が合うんじゃないかと、えー、僕は思っています。あのこの前ね、ね少し前にもお伝えしたときに、まあ、どうかなと。えー、ね、えー 1>, 1ヶ月休養してからまた出てきて活動されるのかなと思ったらどうやらそうでもなかったということで,、ね、でも,ちろんもちろん本当のことってのは分かりませんが僕はその可能性が十分あると思っているんですよ。でまあまあ、そうは言うものの、ねえーまあ、早く、まあ、あの元気になって、ねえーまあ、あのテレビに復帰されることをまあ願っていますということで。 まあこの話ですね、えー、ニュースになってるんですが、ほとんど、えーまあ、こういったことを、まあ、言う方がいないんですが、よくそのステージ何とかっていうんですが、話に矛盾があるんですよ。だからこの芸能活動をあの延期した違和感ということで、えー、お伝えしてみました。多分リスナー様も同じようなこと、似たようなことを思ってらっしゃると思いますので、えーまあ、何かしら、えー、ご参考になっていただけるところが一つでもあれば何よりですということで、えー、今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼。